アイサポート総合法務事務所です。養護連携型認定こども園を設立する場合に、不動産を賃貸借で使用する場合の必要書類についてご説明します。審査基準は各都道府県の条例に任されていますので、今回は一例として千葉県の基準をお伝えします。不動産を賃貸借する場合には、不動産の登記事項全部証明書、貸主の印鑑証明書、賃借料の水準に関する書類を提出しなければなりません。不動産の登記事項証明書は、いわゆる登記簿謄本になりますが、原則として抵当権などがついている不動産は使用できません。また、子ども園の地上権や賃借権の登記が必要となります。賃借料の水準に関する書類は、提携の様式はありませんので、不動産会社などから子ども園が契約する賃借料が地域の賃借料の水準以下である旨の書類を作成してもらう必要があります。認定こども園の設立申請は事例ごとに長期にわたり役所との十分な事前協議が必要になりますのでご注意ください。認定こども園の申請でお困りの際は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。お待ちしております。